中国の鉱山で浸水事故が発生し、13人が閉じ込められています。中国山西省の鉄鉱石を散出する鉱山で10日、地下水が浸水し、作業員13人が鉱道内に閉じ込められました。事故当時、16人が作業にあたっていましたが、3人は逃げて無事でした。 現場では夜通し排水作業が行われましたが、13人の安否は分かっていません。警察は鉱山の責任者ら4人を拘束して事故原因を調べています。参戦省政府は炭鉱以外のすべての鉱山の操業を停止し、安全確認を行うよう通達を出しています。